皆さんこんにちは。今回はケアマネ動画第3弾 PDCA サイクルについて皆さんと情報共有していきたいと思います。 PDCA サイクルとは、施設サービス計画書の作成、介護サービス提供をするためのプロセスとして用いられるものです。 PDCA の4つの工程をサイクルとして繰り返していくことで改善を図っていきます。 P 計画、プラン、インテーク、アセスメントを行い、施設サービス計画書の作成を行っていきます。 D 実行、 Do 介護職、看護職、管理栄養士、リハビリ職によるサービスの提供。 C 評価、チェック、日々のサービス記録や排泄、食事チェック等によるモニタリングにて、提供状況や目標に対しての達成状況等の評価をしていきます。A、改善、アクション。サービス担当者会議にて、現状の利用者の状態やサービス提供の過不足の確認、目標設定の見直し等を行っていきます。以上、PDCA を用いて施設サービス計画書を作成していきます。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。